フリードリヒ2世は、神聖ローマ帝国の両方国家である、メクレンブルク・シュベリーン公国の君主。メクレンブルク・シュベリーン公クリスティアン・ルートビヒ2世と、グスタフェ・カロリーネ・フォン・メクレンブルク・シュトレーリッツの長男として、シュベリーンで生まれた。若い頃は、私的と霊的教育の両方でオーバーの、アウグスタフォン・メクレンブルク・シュベリーンの影響を受け、特に経験主義を深く信奉するようになった。 父が1756年に死去すると、フリードリヒ2世は、メクレンブルク・シュベリーン行為を継承した。継承直後には7年戦争に巻き込まれた。経験主義を支援したフリードリヒ2世は、学校教育と織物業を推進、国慶を廃止した。1764年に住居をシュベリーンからルートビヒスルスト城に移した。翌1765年に建築家。 ヨハンヨアヒムブッシュに帝国教会の建造を命じ、1772年から1776年までルートビヒスルスト城の拡張工事を続けた。1785年に死去した。息子がいなかったため、公家くらいは弟ルートビヒの子、フリードリヒ・フランツ一世が継承した。1746年、シュベートでビュルテンベルク公使、 フリードリヒルートビヒの娘ルイーゼ・フリーデリケ・フォン・ビュルテンベルクと結婚した。二人は四条を設けたが、四人とも若くして死去した。ありがとうございます。